ラリー・サンレモはイタリア・サンレーモで開催されるヨーロッパラリー選手権の中の一戦である。かつてはラリー・デ・イタリアとも呼ばれていた。かつてはグラベルとターマック双方を走るミックスラリーだったが、1997年以降はオールターマックのイベントとなっている。1928年創設。1973年の世界ラリー選手権。 設立時より2003年まで WRC イタリアラウンドとして開催されていたが2004年以降はラリーサルディニアに開催権を譲ったその後はイタリアラリー選手権の一戦となり2006年よりインターコンチネンタルラリーチャレンジと閉催されてきた IRC のアークへの移行に伴い二千十三年より アークとの閉鎖となっている。1986年、ラリーサンレモで、プジョー 205T16E2 をドライブするユハカン9年1986年の WRC 第11戦として行われた、ラリーサンレモでは、プジョー 205T16E2 が、車両規定違反により失格となり、ランチアのマルク・アレンが優勝した。プジョーは、この裁定に対して抗議し、最終結果の判明は、 シーズン終了後まで持ち越された。国際自動車スポーツ連盟は、プジョーの失格を無効とし、合わせてサンデムのリザルトを無効とした。その結果、アレンの優勝とポイントが取り消され、最終戦でチャンピオンを獲得したはずのアレンは、ランキング2位に落ち、プジョーのユハカンクネンがチャンピオンに認定された。1986年は、リザルト取り消し。ありがとうございます。